はい、おはよう。ヨギボーウィーリーグ第16節、ホーム千葉がマイナビ仙台を迎えての対戦です。まずは26分マイナビ仙台です。こちら9番宮澤のシュートです。よくね、相手のミスを狙っていてしっかりとゴールまで持っていったんですけどね、もうあと少しこう足に当たればというところでしたね。ポスト右でした。33分千葉です。コーナーキックです。鴨川からこの一ノ瀬、はい、よくね、こう全員でこう一人のフリーの選手を作ってね、シュートまで持っていったんですけどね、鴨川選手もねすごくいいボールで、まあ、本当に当たればゴールっていうところでしたね、はい、マイナビ仙台こちら36分ですね、はい、千葉のゴールシーンです。本当に前線から、ね、人数2枚3枚かけて、ね、ボールを奪った後に、ね、ここ素早くドリブルスピードを上げて、ね、相手を見て、そしてちょっとドリブルのコースを変えながらディフェンスとキーパーのタイミングをずらして、もう落ち着いて、ね、流し込みましたね。千葉の先制シーンです。千葉レミナが決めました。
そしてエンド変わって後半です。こちらが57分です。20番白木がここでカットして左足で打っていきました。後半ね、こうやっと前からボールを行くようになって、でこう奪えたところまでは良かったんですけどね、やはりちょっとプレッシャーを感じたのかなっていうところありましたね。65分千葉です。18番安西、持ち込んでシュート。安西選手のシュートも素晴らしいですし、こう千葉選手がその1個前に、ね、ヘディング一瀬選手と競ってね、このボールをこぼれさせたっていうところからね始まりましたからね。ここはこうフォワードの選手たちのしっかりと作り出したゴールだったなっていうのは思いますね。千葉追加点です。84分マイナビ仙台です。27番館、切り込んでシュートを打っていきました。この、ね、裏の取り方、その後のドリブルのコース、すごく非常に良かったんですけど、やはりシュートですね。ここのディフェンダーが戻ってきたことによってニアに打たざるを得なかったっていうところが惜しかったですね。千葉対マイナビ仙台の対戦は2対0で千葉がホームで勝利を収めました。こちらの千葉レミナが先制ゴールを挙げて、安西が追加点を挙げた千葉です。